中村一と柏俊樹のヒーローズカフェ始まりました。きっと大丈夫だよ、ポケットにはマイヒーロー、一人ではないことを僕は知ってるから。二人目の方をご紹介させていただきます。荒水さんでございます。ありがとうございます。はい、皆様こんばんは。私は去年の3月まで、1年10ヶ月付き合っていた彼氏がいました。別れてから約1年経つのですが、未だに付き合っていた当時のことをふと思い出して辛くなってしまうことがあります。友達にはそろそろ忘れたらと言われます。自分でも忘れて前に進みたい気持ちはありますが、どうしたら進むことができるのか分かりません。どうしたらいいでしょうか。恋の悩みでございますね。恋の悩み、はい、もう俺答え一つですから、もう、はい、もう僕は言うことできません。もう大体無理そんなの無理やで、忘れられないですよ僕はね。そう、忘れる方法なんて俺にも分からないし。もう待てもうまだこんばんは。こんばんは。はい、荒水さん、今ねご紹介させていただいたのですが、恋の悩みということで、去年の3月まで付き合ってた彼氏がいたんですけど、振られちゃって、で別れて約1年ぐらい経つんですけど、の楽しかったこととかをすごい今でもなんかふとした瞬間に思い出したりしちゃって、辛くなっちゃう時があって、でもさすがにもう1年経つんで前に進みたいなっていうのは思うんですけど、どうしたら進めるのかなっていうのが分からなくて。聞いてよろしいかどうかですけども、どういった理由で好きじゃなくなったってって言われて楽。あ、超説明楽。絶対そんなことないやろ。結構残酷ですね。そうなんです。一方的ですからね、かなりね話し合うわけでもなくね。じゃあ戸惑ってるさくらちゃん、はい、戸惑ってる方から行くのね。私も高校入った時に3年半ぐらい目で別れちゃって、今もまだちょっと思い出すと辛いなっていうのがあって、すごい荒水さんの気持ちも分かるんですけど、無理に1年経つからって前向いていこうって思うんじゃなくて、楽しい思い出とかそういう思い出を大事にしたらいいんじゃないかなって思います。素晴らしい、うん、素晴らしい。そしてなきちゃん、なきちゃん、私も無理に忘れなくていいんじゃないかなと思います。もし次にこの人いいなって思える人が出てきた時に、その元彼との思い出とかもきっと笑えるようになるんじゃないかなと思います。悲しい思い出とか楽しかったのとかも含めて荒水さんだと思うので、それを乗り越えていいなって思える人に出会えた時にきっといい思い出になると思うので、今無理して忘れる必要はないかなと思いました。お二人とも無理して忘れることはない。いや、まあでもなんか人生って、僕すんごい当たる占い師の人に1回言われたことあるんですけど、人生どんな人でも3回理想の、あのなんていうか人に出会えるらしいんですよ。それよく聞く言葉ですよ、ね、聞きますよね、はい、3回っていうことは、あの3人目なんてまだまだ控えてるわけじゃないですか。でまず僕が思うのは、なんかもう引きずったりとか、あんなとことして楽しかったのになって思えるぐらいの恋愛をしたっていうことは、多分一つ素晴らしいことだと思います。僕もなんか忘れられへんなみたいな時あったんですけど、なんか悲しくなれるってすごいことなんだみたいなことを、なんか無理やりこう忘れるというよりは受け入れようみたいな感じにしたら、なんかちょっとエモい人生じゃないかこれはみたいな感じで、ちょっとこう前を向けるというか、うん、僕ねずっと気になってたことがあったんですよ、ゾマさんに、はい、だから一番最初にヒーローズカフェに来ていただいた時に、はいはい、あの恋愛がしたいけれどできないっていう、あ、できないそうでしたねっていうお悩みをいただいたんですけども、その後、どうなってるのかっていう、はい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 、もう何にもなってない何にもなってないけど、何かあって、あれしなかったとか、いやもう何にもないです。何にもない、本当になんかいい人、いいなと思う人いるけど、どうやって言っていいか分からないし、とかの連続で全然進んでへんやん、進んでないあれから。だからあんまりアドバイスできるあの口ではないですよ、この話題だから人前やからちゃんと言える言えるよ。いやでもただあの
好きな人に振られてそれを引きずったという過去があるんで、でもそれは今本当に思い出すことはあるけど、それを思い出してへこむことはなくなったんです。思い出せることはいいことだと思うんですよ。ない可能性に費やす時間ってめちゃめちゃ無駄だと思うんですよ。でもさっきやっぱズマンさんが言われてた通り、やっぱりその思い出、その楽しい思い出がある、うん、はい、っていうのはやっぱりすごい素敵だな。これ言い方悪いけど、好きじゃなくなったとか言ってどっか行ったわけやから、まあ振った経験があるなになってしまうだけで、人生の濃さとか素晴らしさで言ったら多分相談者さんの方が素晴らしい人生だと思うんですよね。元彼もどっかでなんか大失恋みたいなのして、その時にやっとうわなんかあのアルミさんの方が良かったなとか思う時が来るけど、その時は遅いみたいな、なんかもうエモい作りになってるんですよ多分きっと。そうですね、そうだからいいんですよ多分。知らんけど、その時には知らんかいよね。知らんかい、知らんけど。そうそう、その時にはもう知らんけどつけんな。そうなんか、だからそういう風にした方が絶対良くて、いいですよね。なんだろう、あのなんか私を振った男なんてその程度だった、うん、だからそれを要は踏み台にして、うん、なんか見返してやるじゃないんだけど、ね、なんか後悔させてやろうっていうエネルギーに変える方がいいから、僕は結構そうだったんですよ。エネルギーに変える方だったんですよ。まあでもね、一番はね、やっぱ荒水さんはあの中村さんの昇進した傷を癒してほしいんですよ。なるほど、はい、まあ、そうだ。じゃあもうユーチューブの出番ですね。30秒彼氏にしましょう。彼氏にしますんで、やばちょっとあの垂れ流しの会話になってしまうけど、そうそうそうこれいつも俺歌手さんとこれペアでやる感じだったじゃないですか、はい、こういう案件は。そうだね、なんかね、今日完璧でしたね。今日じゃあ、あーちゃん行くよ。おお、あーちゃん。はい。あーちゃん今日も仕事だったの？そうだよ。そっか、疲れた？疲れました。じゃあさ、一緒にお風呂入って、その後俺がマッサージしてあげる。なんで笑うの今。ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、あのね、ズーム越しでね、さくらちゃんとなあきちゃんがダメージ食らった。分かる分かる。俺も自分で見てて何言ってんのか。自分で笑ってたもん。急に全脳みそが深夜のテンションいっちゃった。あーちゃん、何、あーちゃん俺のことどう思ってる？大好きです。俺も大好きだよ。あ、手つなごう。手つないで、あーちゃん。ちょっと待って、あの全員ダメージ食らってますよ。みんな同じで、セットでダメージ食らうんですよね。その辺のアイドルの生配信より生々しい。生々しい。こんなサービスある？すごいです。あるんです。これまで緊張してきたんですよ、ね、このだって、だってね、ズマ君ね、メガネ曇ってた。なんでズマ君メガネ曇ってんのかな、ほ興奮してた。どうですか、あーちゃん。あーちゃん、少しは癒されました？浄化されました。浄化されましたね。あの、さくらちゃんバージョンもいただいていいですか？どうも、僕？はいはい。いや、ゆうちくん以外おらんやろ。さくら、何ですか？まあ、改めて言うのは恥ずかしいんだけど、大好き。ありがとうございます。リバップ、全員ダメージ食らえられへんかった。なあきちゃんもいただいておきます。なあちゃん、なあちゃんこっち向いて、目つぶって。なんで恥ずかしがってるの？目つぶって。見てないです。え、見ちゃダメ。自分の。そっちなんや。世界に発信した。世界に。めっちゃおもろいや。めっちゃおもろい。何これ。イケメンって武器やな。いや、そうっすね。ねえ、いや、もう昨日の動画のコメントにも来てましたよ。顔が良かったら5倍売れてるって言ってました。
そらそう。顔が良くなって400万人おるから。いやそう。顔が良かったら400万人以上いた。400万人いますから今。でもチャットにズマ君もやってって来てますね。誰にズマ君。何がおもろいのそれ。何もおもろないです。はい、というわけですね。荒水さん、ね、あのちょっとでも傷が癒されたらいいなと思います。うん、といつでもね、皆さんが言った通り、あの忘れるもんではなくて、うん、しっかりとね、あのそれも背負って、うん、また味わって、感じてまた次の恋愛にね、行っていただければいいなと思います。うん、そうですね。ということで、ありがとうございました。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 大きな音を立てて電車が通ってくる。